マーティ・フェルドマンは、イギリス出身の俳優、コメディアン、脚本家である。個性派として知られたフェルドマンは1934年に、イギリスのイーストエンド・オブ・ロンドンに生まれた。ウクライナのキエフからの移民で、ユダヤ系の家系だった。バセド病だったために、孤独な少年時代を送る。15歳で学校を退学した後に、東部のマーゲートにある、遊園地で働き始め、20歳の時に、 コメディアンになることを決意。1954年に同じくコメディアンを目指していたバリー・トゥックと共にコメディの脚本を執筆。それらの作品はテレビ局やラジオ局などに採用され、徐々に頭角を表していく。後に出演した AT ラストザ1948章というスケッチコメディがテレビデビューとなり、後の活動に多大な影響を与えた。この番組では、 モンティパイソンのメンバーとして知られるジョン・クリーズやクレアム・チャップマンらと共演しており、イギリス国内においてコメディアンとしての認知度を上げるきっかけともなった。それ以降も数々のコメディ番組に登場し、コメディ俳優としてのキャリアを築くとともに役者としての地位を確立していった。それを証明するように、これまで脚本を手掛けた人気番組の マーティで2度の英国映画テレビ芸術アカデミー賞を獲得している。1971年には、ザ・マーティ・フェルドマン・コメディ・マシンというタイトルの自身の冠無理番組も持ち、イギリスのみならず、アメリカへも、その認知度が浸透していった。アメリカへの進出も果たした後は、人気俳優がホストを務めるディーン・マーティン賞などへ出演。ジーン・ワイルダーと知り合い、メルブルックスが監督した。 ホラーコメディヤング・フランケンシュタインにおけるアイゴール役で、さらに認知度も上昇。同作品は、アメリカ国内でも大ヒットした。フェルドマン自身もこの作品にて、アカデミー・オブ・サイエンス・フィクション、ファンタジーホラー・フィルムズを獲得している。この映画をきっかけとして、後にも、ジーン・ワイルダーや、メルブルックスとは再度仕事をする中となり、ワイルダーが監督を務めた。 シンシャーロック・ホームズおかしな弟の大冒険へ出演。ブルックス作品のメルブルックスのサイレントムービーではゴールデングローブ賞にノミネートされた。1976年にはセックス・ウィズ・エース・マイルというイタリア映画に主演しアメリカ・イギリス以外でも活躍。1977年の王外人舞台では出演のみならず監督、原案、脚本を手掛けた。 1959年にローレッタ・サリバンと結婚し、フェルドマンが死去する1982年まで続いた。サリバンは2010年にロサンゼルスにて死去している。音楽に対する興味も持っており、ジャズ好きで知られていたほか、1969年に I Feel A Song Going Off という LP も制作している。しかし LP を制作したのは、これが最初で最後だった。 1982年に、クレアム・チャップマン、ピーター・ボイル、チーチ・マリンら出演のコメディ映画、チーチ・チョン・イエロー・パイレッツの撮影で、メキシコに滞在中、心臓発作により泣き人となった。名優のメルブルックスによれば、それまで時には1日タバコを6箱も吸ったり、過度のアルコール摂取を行ったりと、体にストレスを与えていたことが原因かもしれないと、語った。 現在は、ハリウッドにある墓地に埋葬されている。ムービー・ウォーカー、マーティ・フェルドマン、2013年7月24日、閲覧。ありがとうございます。